第44回全国社会人サッカー選手権大会は2008年10月17日から10月22日まで新潟県新潟市、柴田市、西浪町で開かれた全国社会人サッカー選手権大会である。本大会は第64回国民体育大会のリハーサル大会も兼ねて行われた。本大会は以下の方式で行われた。 本大会から三位決定戦が行われるようになった。バンティオンセカコガワ V ホンダロックサッカー部3区 FC、クリアマ VNPO 横浜スポーツカルチャークラブボルカ鹿児島マ V セパーサナ FCFC、京都ボム九 1993V 日立栃木、ウーバスポーツクラブサウルコス福井 VFC 秋田、カンビアーレ佐川急便中国サッカー部、 V3 用電機徳島サッカー部クラブドラゴンズ V シガ、FCAC 長野パルセイロ V 矢崎、バレンティフットボールクラブビファーレン長崎 V 静岡、フットボールクラブ FC、町田ゼルビア VAS、ラランジャ京都 NTN 岡山製作所サッカー部、VNEEC 東近、クラブフィールズノルブリッツ V 浜松大学 FC ジャパン、サッカーカレッジ V トヨタ自動車、 北海道サッカー部交渉クラブ V 東方チタニウム、サッカー部奈良クラブ V 松本山宮美フットボールクラブ、都南、前橋 V 沖あかり油市フットボールクラブ、ホンダロックサッカー部、VYSCC ボルカ鹿児島 VFC 京都ボム 1993FC 秋田カンビアーレ、V サガーキ便ビン中国 SC、クラブドラゴンズ VAC 長野パルセイロビファーレン長崎 VAS、ラランジャ京都 NEC、 東京 V 浜松大学 FC ジャパン。サッカーカレッジ V 東方チタニウムサッカー部。松本山が FCV トナン前橋。ホンダロックサッカー部 V ボルカ。鹿児島佐川急便中国 SCVAC 長野。パルセイロビファーレン長崎 VNEC 東京、ジャパンサッカーカレッジ V 松本山が FC。ホンダロックサッカー部 VAC 長野。パルセイロ NEC 東京 V 松本山が FC。 ホンダロックサッカー部部松本山が FCAC、長野パルセイロ VNEC 東金 AC 長野パルセイロが初優勝を飾った。北信越地区所属のチームがこの大会に優勝するのは初めて。AC 長野パルセイロは北信越一部リーグ優勝で、すでに地域決勝への出場を決めているため、準優勝の NEC 東金に第32回全国地域、 サッカーリーグ決勝大会の出場権が与えられた。また、この年の地域サッカーリーグ決勝大会は、規定による選出チームが16チームに満たなかったため、3位のホンダロックサッカー部も、各地域リーグから出場権を得ていない2チームに、与えられる補充枠での出場が決まった。なお、NEC 東金は、親会社の業績不振を理由に、 地域決勝への出場自体を表明し、4位の松本山宮美フットボールクラブが本大会からの出場枠として補充された。ありがとうございます。